い、皆さん南国の、バリ島からおはよう、こんにちは、こんばんは。今日は何これを作ってるんですかね。はい、ですね、これはですね、実際はイノシシの肉ですね。はい、イノシシでございます。このイノシシはですね、友達からもらったんですよ、スンバ島から。まあバリ島はですね、イノシシってなかなかないので、まあいるはいるんですけど、少ないんですけどね。でスンバからの友達がくれたんですけど、1キロぐらいで、今日はこのイノシシをバクソを作る予定ですね。まあ豚なんていうか、イノシシのバクソですね。なかなかない料理なんですけど、どんな感じの料理ができるのかな。まあとにかく楽しみです。南国のバリ島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ドイちゃんです。ドイちゃんのキッチンからおはよう、こんにちは、こんばんは。今日はですね、バリ料理を作る予定ですけど、今日はですね、まあ、バッソーはですね、インドネシアの料理なんですけども、でも今回のバッソーはイノシシのバッソーでございます。俺も作ったことがない、食べたことがない料理なんですけど、とにかくちょっと作ってみようと思ってたんですけど、まあ最後までぜひ見てください。ですね、お肉をまず最初に、細かくっていうか、全着切るんですよ。でこれが調味料を用意するんですね。まあ調味料はやっぱ後でいろんな調味料使うんですけど、普段はですね、こんな感じの、まあ玉ねぎ、バリ島の玉ねぎとニンニク、あとはまあいろいろですね、ちょっと日本語がわからないんですけど、まあ、とにかく、美味しくなると良いですね。まあ皆さんぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。まあ、これはですね、バリ文化でもないんですけど、ただ俺たちがちょっと暇っていうことで、何もすることがなくて、でたまたま昨日友達がですね、イノシシをくれたんですよ、1キロ。でこれで、わあ、これどんな料理作るのかなって思って、じゃあイノシシのバクソを食べたことがないんだから、ちょっとね、今日もエビを呼んで一緒に作るんですね。はい、これはですね、調味料をまず作りますね。この調味料は後で、肉にも混ぜるやつなんですよ。玉ねぎですね、とニンニクです。バワンゴレンって言われるです。はい、次はですね、さっき切った肉を、またミキサーに入れるんですよ。もっと細かくするから。でミキサーしながら、ここに、バワンゴレンを、入れるんですね。バワンゴレンと、この、タプンカンジ、タプンタピオカっていう、何コーナーこれ、タピオカの粉ですね。タピオカの粉を入れて、それと何それ、氷も入れるんだよね。
氷も入れて、それは卵白いやつの卵ですね。いろいろちょっとね、レシピはですねいろいろ入ってるんですよ、調味料で。それからちょっとミキサーします。でまたこの、肉はですねちょっと柔らかくなるまでね、こんな感じでですね、タピオカの粉を混ぜて、でここにも 肉の中に、調味料もいろいろ入れてあるんですよ。で向こうの方は、そのスープですね、バクソのスープ、でこっちでクワになっちゃうんですね。バクソのコア、まあ、どっちかというとシールですね。でちなみに麺とかも入れるんですよ。麺とこんな感じの、これがキャベツ、丸々に、まあ、肉団子ですね、丸々にしてここで茹でるんですよ。でちなみにこのシールも、あれが入ってるんですよ、調味料ですね。でここで茹でる、まあバクソって肉団子なんですね。皆さん、まあ、なんちゃっての、料理プログなんですけど、これ、まあ、これはですね、なんていうかこの肉を、イノシシの肉をですね初めての料理っていうかバクソを作るのが、初めてなので、まあ美味しくなるかどうかはちょっとわからないですけども、まあ、とにかくですね、トライしてみるんですよ。はい、これで、肉団子をですね作るんですよ。まん丸のやつで、そこで茹でる。おいしそうですね。
これで肉団子大体もうすぐ出来上がりですけどね。はい、これでこちらでバクソーって言われる料理ですけど、特別のはですね、これがイノシシの肉でございます。普段はですね、バクソーってさ、やっぱ牛肉を使うんですけど、今回俺たちがですね、イノシシのバクソーを作ります。はい、これでバクソーのサンバルを作ります。唐辛子です。唐辛子を茹でて、サンバル作ろう。これで、バクソーができました。こんな感じですね。はい、これはで、これがですね、バクソーだよ。ウーフィー。わお、これでですね、またケチャップ入れる。で、サンバル。どんな感じのかな。やっぱりですね、なんだろう、イノシシのバクソーって初めて食べたんですけど、美味しいです。で、ちょっとねちょっとね、サンバルも入れる。ちょっとサンバルが足らなくてさ、あー、これが唐辛子です。めちゃくちゃ美味しいですよ。はい、皆さん、まあ、そんな感じ、まあ、なんちゃってどういうブログなんですけど、今回はですね、イノシシのバクソー、最高に美味しいよ。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。バリドクターラー、イノシシの肉団子のバクソー食べたらいかがでしょうか。多分まあこのもの、こういうものあまり売ってないだと思うんですけど、普通のバクソーは、牛なんですけど、でイノシシは多分ないですね。作らないとないですよ。だって俺たちもですね、今日はチャレンジでトライして作ったんですよ。まあ、とにかく美味しい。このシールがめっちゃ美味しい。うん、おいしい。では皆さん、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それで、ロイちゃんでした。それ、あれです。で、ハンバーガー、チーズ、ハンバーガー。ヤングルブルです。美味しいです。うん。Like a bird on a tree. ハンバーガー。I'm just sitting here. I got time.From up here, kalau bakso jawa ni, kene, ganti nuk. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we're meant to be. Bes lembek bakso nuk. Oh, bes.
Kene ne? どう？めっちゃ美味しい。美味しいですよね。うん。初めてこれを食べるんですけど、めちゃくちゃ美味しいし。この汁がね、めちゃくちゃ美味しい。どうですか？うまい。これは美味しい。めっちゃ美味しい。普段はめっちゃ美味しいです。